ご視聴ありがとうございます。最近少々しゃべることに慣れてきました。ですが、内容が途中移り変わりしながら進んでいます。すいません。北朝鮮 SLBM 弾道ミサイル発射、衝撃的、ニュースです。潜水艦から発射されたとも報道されています。現在北朝鮮の弾道ミサイルは一度上に上がり、上に上がり軌道を降下させ水平に飛ぶ、いわば平行的に飛んでいくミサイルへと変わりつつあります。かと思えば普通に飛ぶミサイルもあるし、そこはいろいろと分析しないとわからない部分が多くあります。やはり北朝鮮も技術は進歩していると考えるのが妥当でしょう。潜水艦もまだまだ表立って見えてはいませんが、どこまで性能がいいかは分かりません。むしろもうすでにキャッチしているかもしれませんね、日本が。実際に潜水艦から発射されたとなると、それを情報収集、やはり日本の情報収集力はすごいと考えます。韓国のジーソミア破棄により、やはり一番被害を被っているのは韓国に在留する米軍ではないでしょうか。一番情報が欲しい時に全く入ってこない、今現在こういう状況が続いています。言うのは勝手ですが、後先考えずにやってしまうのはやはりどうかと思います。何より本当に分かっててこうしたのか、
韓国自体が今情報欲しいはずだと考えています。ですがその情報が入ってこない。情報収集能力も衰える。そんな状況でしょう。やはりいろんな情報収集は今の現時点で大切になってくることです。ほとんど情報戦だと考えます。何しろ今の世の中は無人へ切り替わろうとしています。そんな時に友人の装備を進めるのはやはり問題があるでしょう。私が考えるのはやはりドローンや地上部隊などもう無人化される時代だと考えています。北朝鮮も潜水艦で近くまで行き攻撃をする。そんな作戦を行えるようになってきています。しかし隣の韓国はどんどん孤立化していき自分の身を守れるんでしょうか。なかなか極東アジア情勢難しくなってきていますが、あと1年すると大きく変わっているかもしれません。香港のやはり抗議集会、あれでも分かる通り中国がどう出てくるか。最近なかなか収束しない抗議デモにやはり中国政府も苛立ちを覚えたのでしょう。強固な任務へと変わってきています。台湾はやはりずっと香港を今直視しているでしょう。今後どうなっていく、どうなるのか、自分にも関わってくるところです。
そんな台湾、やはり位置的に香港としては重要視していないような気もします。アメリカはやはり台湾を重視し守ろうとしています。何度も言いますが、 F-16 の売却を決め、 F-35 の購入意思を示している台湾です。台湾次第で大きく防衛ラインが変わってくるのは事実です。また日本も防衛ラインを変える必要も出てくるでしょう。今から弾道ミサイルを迎撃できる 100% は限りません。やはり日本にはイージス艦、あと護衛艦、潜水艦などたくさんの防衛品があります。今後期待しましょう。